ドライブということで、最近ですね、あの古い SL の程度のいい車を見つけたっていうお話をしたんですが、もう本当にね、素晴らしく非日常のね感覚を味わわせてくれる、とてもそういったものをね与えてくれる名車ということで、まあ、古い車をねちょっとねいろいろネットで見てたりしたんですよね。まあその流れでネットでちょっといろいろ探したりとか見つけたりしようっていうんでちょっと見たらですね、やっぱり今って僕が思ってる以上に昔の車とかバイクとかね名車と言われてるものはすごい価格で売買されてるのをちょっと見まして、ちょっとまあ驚いてもいるんですが、その中で僕がね乗ったことがあって、アウトビアンキというね車があってですね、アウトビアンキ A112 アバルトっていう、昔僕が実際にその車を買って乗ってたことがあるんですが、それがまあそういうネットでいろいろ見ていくと非常に程度のいいものがパンと出てきまして、うわこれもうかなり前の車で、未だにこんなにね綺麗なやっぱり状態でね販売されてるんだっていうんで、ちょっとねその乗ってた頃の時代をねちょっと思い出したりもしましたけど、やっぱりそういったものって今のねやっぱ新しくて、僕はどっちかっていうと新しいもの好きなんですが、そういったものはねやっぱ今のその新しいものにはない魅力っていうのがたくさんありますよね。それは特にバイクや車に限らず、いろいろなねよくあるデニムもそうですが、ヴィンテージものとかそういったもので高値がついてるものたくさんあると思うんですが、そういうのって何なんでしょうかね、味わいっていうんですかね、独特なこう空気感、テイスト、雰囲気、佇まいみたいなものがありますよね。ありますよね。僕はなんか何でもどん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 入っていっちゃうんで、まあ、ちょっとねそういう昔の車でいいのを見つけると、今度そういう昔のバイクや車とかをねネットでいろいろ見ながら、そういったものってまあ見てるだけでもねとてもまあ楽しいというか、まあ懐かしいっていうのとはちょっと違って、何十年も経ってそのものを見るとね、やっぱりその時代には感じられなかったいろいろなね良さっていうんですかね、そういったものをね感じられるので、その当時気づかなかったような今の時代から見えてくるそのものの良さっていうのを改めて知ることができました。Live life as yourself. Boys, don't cry.